先日ドコモがスマホの価格を1万円から2万円値上げするというニュースをお伝えいたしましたが、本日新たな情報で2月1日から iPhone6S の販売価格を現在の実質0円から約1万円に引き上げることが分かったと報じられているそうです。 iPhone6S の 16GB モデルは実質0円の販売が常態化していますが、毎月の通信料金から約3500円を割引く、月々サポートを見直し約1万円上乗せすると。最新端末の実質0円撤廃は iPhone 以外のスマホでも実施されるものの、旧モデルは在庫処分のために実質0円端末が一部で残るらしいです。端末契約1台あたり2万円から4万円程度の販売奨励金は継続するそうです。また代理店などでは、もしかしたら1万円以下になる可能性もございます。独自の割引を使うことによってね。はい。なので、皆様のお近くのドコモショップにて確認するのが一番確実かと思われます。詳しくは下の概要欄をどうぞ。iPhone の最新ニュースや iPhone の使い方など、様々な iPhone を中心としたコンテンツを更新しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。